食べてる途中で後方からここでしようっていうなんか若いお姉ちゃんの声でしょうか。冷や汗がドッと出てさ、ああウサギの耳つけたのに失敗したわと思ってで、ゾクゾク入ってきたのよ。多分女子大生の女の子たちで、なんかネットかなんかで見て、あ、ここ行きたいわね、あ、じゃあ今度みんなで休み的行きましょうっていうようなことがあったと思うのよ。急いで食ったわ。味はね、甘くて美味しい。うん、それぐらいしかもう、ブレや。で、その中のさ、一人、レジの横で食べてたのよ。ここのね、お店ね、会計先なのよ。だからみんなレジのところに並べじゃん。で、一人もう食べてんの おばちゃんだけだから。でさ、目に見ながらこっち見るじゃん。ウサギの耳つけてるからさ、あーやっちゃったなと思って、もうほんと急いで逃げた。だってね、絶対壊れちゃうけど、おっちゃん一人だけなのよ、男でさ、何人かさ、頼んだやつ参考にしたと思うんだけど、あれ耳ってこれですかって、何か耳つけて
그러니까 가끔 찢는 꽃이 밑에 계셔요. 미랄이 나있네요. 그러니까 오바창 갔다나 먹었어요. 난데 시켜서 자나 했는데 진심했는데 지금 에? 난데 아래 리위치켓했노? 저도 기모인다기로도가 이말에 뜻소리서 기축끝에 쓸그대다와 야 벌레 5000시대도 걸리면은 남이 나갔더라 진짜 여유가 여유 감았을 것도 다게도 오늘 저도 집 받으거든 빨리 私を物にしたいならもっとズビビと来る相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。